池田組は、岡山県岡山市北区に本部を置く独立系、指定暴力団。元神戸山口組参加組織。結成当初から、岡山県内を地盤に山口組参加組織として、活動していたが、2015年夏の山口組分裂に伴い神戸山口組参加へ、移籍する。2021年現在は、独立した、指定暴力団として存続している。 経済に精通する組織とみられ、豊富な資金を元手に活動していると推定されるが、六代目山口組の経済力には遠く及ばないとする声もある。昭和40年代、三代目山口組の二次団体で、ある大石組内に池田隆氏が池田組を設立した。池田は大石組内で頭角を表し、1982年には若頭に就任した。 1992年2月には、池田が5代目山口組の直んに昇格し、同時に池田組も山口組の二次団体に昇格した。経済力において優位にあった池田組は、山口組内でも有力組織として、勢力を拡大してゆき、6代目体制発足後の2007年6月、池田が若頭補佐に就任する頃には、岡山県内に万石の基盤を築いたと言われる。 2015年8月26日、池田の意向に従い、山県組や匠組等と共に六代目山口組を離脱した。翌日の8月27日、新団体、神戸山口組が結成されると、離脱した13団体と共に、射程頭に就任した。なお、六代目山口組からは絶縁処分を受けた。2016年5月31日、岡山市内で、 若頭、高木氏が射殺される。実行犯は山口組系、行動会、高山組、三角組員であり、事件後に岡山県警岡山南署へ出頭している。2020年5月30日、池田組、本部事務所前で若頭、前谷雄一郎が山口組系大同会幹部に銃撃され、重傷を負う事件が発生する。これは、 暴力団の世界では厳禁とされる法要の際を狙った襲撃であり、六代目山口組の池田組、及びに神戸山口組を他組織として認めない方針を明らかにするものであった。2020年7月27日、池田が神戸山口組を脱退する意向を示し、翌日には正式に脱退。さらに池田名義の脱退挨拶書状が、 全国に送付されたことで、池田組が一本特許となったことが確定的となった。なお、8月7日には、神戸山口組から除籍処分を受けている。2020年9月10日、岡山県内で指定暴力団、絆会と正式に親戚団体として締結した。2021年11月4日、国家公安委員会が池田組を 指定暴力団の要件を満たした組織として認定し、近い将来岡山県公安委員会が指定団体へと認定する可能性が高まっている。ありがとうございます。